ということでね、皆さんお疲れ様でした。乾杯。シュワってなんないかね、さっき投げちゃったんだよね、袋。よし、オッケー。いただきまーす。お疲れ。うん、こぼしました。やばい、こぼした。そんなことある。まあいいや、また新しい服でもないし。よいしょ。あ、いたた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 。よいしょ。明日生誕登録早すぎ。生誕登録来るの。疲れちゃった。ちょっともう厳重にこの中にも入れられちゃったんであれですけど、トロフィーもいただきました。ちょっともう持って帰る仕様の箱に入ってるからあれですけど、いただきました。そう、めっちゃ緊張した。だってさ、なんか思って、なんかさ、こう配信のあれだから全然人がいなくて、そのメンバーだけかなと思ったらめっちゃいて他のその、だからなんていうの、一般の方っていうとあれだけど、そういうなんかまたちょっとうちらの48グループとかとはまた違う方々が終わった後、授賞式もう全員が座って見てたから、そうだからそう、だからあのめっちゃみんな見ててマジかみたいな、恥ずかしいって思いながら、でも疲れちゃった。ドレッシーな方、だからそうそう、あのそういうなんていうの、そういう方々はめっちゃドレッシーだったんだけど、意外と48グループの人は、まあ、ドレッシーはドレッシーなんだけど、割とこうカジュアルな感じの方が多かったから結構恥ずかしい。でも良かったでしょ、今日のあのドレス。あれはね、村重さんのドレスをお借りしました。で、靴は指原さんのやつをお借りしました。だからもうなんかギラギラリンって感じでした。でお腹が空いたよね、私。最初黒ってやっぱ暗いからさ、ちょっとあれかなと思ったんだけど、なんか意外と全然ね。なんか自分の雰囲気に合ってた。ご飯はこれから、そうね、配信終わったご飯食べようかなって感じ。東京、私ね、ツルトンタンに行ってみたい一生私ツルトンタン行ってみたいんだけど、ツルトンタン行けてないんだよね。もんじゃとか食べたいね。もんじゃって何時からやってんの朝。明日、明日で私またねちょっといろいろあるんで、あ、明日ゲーム配信あります、夜。はい、どこのことなので皆さんぜひ夜9時ぐらいかな、開けといて。そう、まあ、でも夜もその配信以外にもちょっとお仕事があったり、ちょお仕事っていうか、まあちょっとしたお仕事があるので、まあ帰っちゃうんですけど、普通に朝早くではないけど。東京の優雅な夜。いや全然優雅じゃないよ、もう疲れ果てて足がもうパンパンよ。月島に夜中2時までやってるもんじゃマジ、ここがどこかも分かんないな私ここどこ、私が今自分がどこにいるかマジで分かってないの。もうなんかマネージャーさんに従うままに帰ってきたから、ここどこ、ここどこ、ここはどこ。音声とかにしたらちょっとやばいから音声切っとこう。切ってるね。
私こんなとこにいるんだ。月島ってどこだろう。豊洲？あ、これコンサートしたとこじゃない？あ、違うっけ？なんかやったよね。あ、築地、築地ある。え、どこ？月島どこ？ねえ、月島どこ？虎ノ門？これ虎ノ門なの？何虎ノ門って。キャニオン第3ターン、第3とか行かんくない？歌舞伎24時間、いやなんだ、月島で食べたいじゃん。豊洲の横ら辺にあるの？待って、豊洲見失ったぞ。あった、豊洲の横ら辺、この辺かじゃん。あった、月島あった。なんか地味遠いな。おめでとう、ありがとう。逆に朝何時からやってるの月島？なんか時間的に多分いけなそうだけど。ごめんね、メールは明日ちゃんと送ります。もうちょっと、そう、意外と時間なくて。第三国際だよね。第一か第二しか行ったことないもん。ドーナツ買って帰ろう。イオリンも買って帰ってあげよう。聞いてみよう。アイムドーナツいる？アイムドーナツじゃない、間違った。レシピクリームか。泊まってる場所の近辺行きやすいような有名な店に。いやだからここ泊まってるとこがまずどこかも分かんないし、そもそもその近くで有名な店って言われても、東京の有名な店は月島とかしか分からんのよね。ずんだシェイク出た。ずんだシェイク、あ、そうじゃん、ずんだシェイクあるらしいね。ずんだシェイクあるんだ。クリスピークリームが今何があるかちょっと調べたい。クリスピークリーム、炭酸液なのか。ちょっとザギンデシース、ネギシこの前行ったもん。でも食べたいな普通に。あ、待って、もしかして今あれじゃない、ドラゴンカスタードとかあるじゃん。チョコレートスノーマン、ああ雪だるまか。ハッピーストロベリーリング、え、めっちゃ可愛いんだけど。ホワイトチョコクランチ季節限定だって、やば。え、ソフトクリーム売ってる、寒そう。え、やばいやばい、めっちゃ、え、待って、可愛いんだけど。正月みたいな、ドラゴンカスタードやばい、絶対これ買おう。クリスピークリームプレミアム北海道ハニーバターミルク、これ北海道店限定じゃん。わ、空港限定ないじゃん。なんか美味しそう。他のなんか店舗のなんか限定みたいなのめっちゃ美味しそう。空港ないじゃん、なんか限定とか悲しい。ネギシ福岡ないよ。うわ、すげえ、タカさん、これ何、何のこれ、多分誕生日これ。タワーありがとう、イエーイ、おめでとう。タワー、これ誕生日のタワーなのかな。クローバーさん100回目のおめでとうございます。築地に寿司、築地に寿司、何時に行けばいいんだろう。ヘイボード300回目のおめでとうございます。おーちゃんさん200回目のおめでとうございます。何、いや何タワーって、じゃあ、じゃあその
受賞タワーってかな、あショールームは、あ違う違う違う、フラワースタンド、誕生日の限定ってことのやつってこと、ショールームアワードのギフト、あそういうことね。鮎川選手レンタル延長、それなめっちゃ嬉しいんだけど。さああとは弓場選手がどうなるかだな、個人的には。若手のこうユースからの選手だからどうなるんだろうって、そこがめっちゃ気になるかな。ちょっと足痛すぎてもうマッサージしてる。築地にカニ食べ放題、マジ築地カニ食べ放題、ちょっとそれ調べるっきゃねえな。築地カニ、カニ築地じゃない、間違った、あ築地合ってる、築地って言いながら月島で調べちゃった。築地カニ食べ放題、築地カニ祭りってとこじゃない、やば、最高じゃない。でも明日休みじゃない、なんか横線引かれてるってことは休みなんじゃない、悲しすぎ、休みじゃん、30から6日までなんなら休みじゃん、ちょっとどういうこっちゃ、最悪、カニ食べたかった。そもそものそのさっき言ったもんじゃは何時からの一番早い店で、築地の池袋にブラックホールという国産牛の食べ放題の店なんです。焼肉ってこと、おめでとう、ありがとうございます。疲れた、朝はそんな、てかさネイルもさ変えたの、ほらこれはね水色のあのなんだっけマグネットにした、黒だったから合うかなと思って、もんじゃ築地という築地も、あ知ってる知ってる、 そもそもなんで10時40ぐらいが一番、はあ遅いな意外と、悲しいぜ。豊洲からなら羽田までリムジンバスで25分で、あ結構近めだね、じゃあリビア線が近い、もうね分かんない、マジ東京どこの何線とか言われても本当に全然分かんない、みんな詳しいよね、ほんとすごいなって思う。だから今日もさあの福岡から東京飛んできて、マネージャーさんがその東京住んでたことがあるっていうから、もう何も私調べずにマネージャーさんに全てついてったよね、乗り換えとかも。1350、そうだ乗せてないな、今やってますって、せっかくの乗せた方がいいよね。でもさアワードのやつさ今乗せたばっかだからさ、なんかいいねが分散しそうでちょっとどうしようって感じ。でもいっぱいコメントしてくれてありがたい。あそう今日キティちゃんいたの。なんかキティちゃん来てた。びっくりした、あれキティちゃんいるみたいな。びっくりしちゃったマジで。今日がなんだっけ1358か、だよねキティちゃんの方が先だったよね、クソキティちゃん負けたぜ。
ントダウンのステージ、そう、カウントダウンのステージあれですよね、なんかいろいろあれがあったよね。キティ強い、それのキティ強いよね。一番可愛いってコメントをさ、え、キティ？キティ強くね？キティ、キティ強すぎ。キティにはそれ勝てんの誰も。あいたたたたた。リナより褒められるキティズル。キティじゃ年下、来年50歳そうだよね、50周年だもんね。やばすぎ。 OK さん、 OK さん100回目の方もありがとうございます。暖房全然あったまんないね、全然あったまんないんだけど、ちょっと待って、よいしょ。あ、なんかちょっと強くしよう。弱い弱い、出てる音はするんだけど、ブーンブーンブーンって音がするんだけど、暖房弱い。東京寒い寒い、普通に寒くない今の時期。もんじゃ早くて10時45分。そっか、なんか東京来たらもんじゃ食べたいなって思うんだけどな。トロフィーの持ち方難かった、マジで。トロフィーってもらったことないからさ、持ち方難しすぎてさ、え、これどうやって持つんみたいな。いや、重くはないよ、トロフィーは。ただ持ち方が難しかった。自分で持って帰る、うん、持って帰る。でもキャリー入んないから袋に入れて持って帰ります。箱はもらってるので、あと袋も。トロフィーは持ってる、持ってるけど、厳重になんかぐるぐる巻きに包装してくれてるから、持って帰る、飛行機とか用に。飛行機の時引っかかる。嘘だ、でもありがたいですね。まあ優秀パフォーマーはもちろん最優秀は選ばれなかったですけど、でもさ、無理じゃない、そんなさ、称号すべて手に入れた女に勝てるわけなくない正直しゃあないですよ、もうそれに関しても無理だよ、勝てない勝てない。まあでも十分ですよ、1個トロフィーもらっただけでも。うん、あれはもう無理じゃない、賞味。だからもう来年取るためにみんなが今から全部称号取るしかないんだよ。泊まってたとこからトロフィー、そう、宅配しようと思ったんだけど、ちょっと迷ってるよね。今日は何時に寝ようかな。もうね、眠たいの。お、いいね、真ん中真ん中。着払いで事務所、嫌でしょ事務所の人。
そうそう、写真集出して、私が写真集出しても多分なんか10冊ぐらいしか売れないって。ゲーム配信、いや、ゲーム配信だから寝れないってわけじゃないかな、シンプルにちょっと寝れなそう。あ、ピン仕込むためにつけてたやつ、あ、ここだけチリチリ寝そう、髪の毛。静電気、あ、ちょっとチリチリにやっぱなってる。アイロンしようかな、あとで。あ、クソ失敗した。ありがとう、ありがとう。シッシュクラウドファンディングできません、そんな簡単にはできませんよ。今回のハウステンボスのやつはさ、どういうあれなの？正直あんまりちょっとまだよく分かってないんだけど、うん、あ、お疲れ様、ありがとうございます。受賞のコメントが普通で今年一番安心しました。なんか最後にインパクトある言葉言おうと思っておっぱいとかどこかで思ったけどやめました。さすがにちょっと HKT の名が汚れてしまうのでいらんこと言うとやめました。さすがにちゃんとしました。私の配信とかをいつもこう管理してくれてるスタッフさんかな、今日お会いしたんですよ。でその今日一緒にいてたマネージャーさんがそこのやっぱ配信担当の方だからお話ししてて、栗山里奈ですって、すいませんいつも配信でおっぱいって言ったりしてバンさせてしまってごめんなさいって言ったら全然大丈夫ですよって言われた言うのは大丈夫って言ってましたよ。だ、見えたらアウトだけど言うぐらいなら大丈夫って言ってました。だから大丈夫って言われました安心安心。あのドレスでも良かったですよね、可愛いよねあれ。ハウステンボスどんどん止まれるの、毎年止まってないよ、帰ってるよ。で今で別に言ってもバンされてなかったから多分見えちゃダメなんだろうなと思ってましたよ。眠たくなっちまったぜ。あ、ショールームの前田社長さんがフォローしてくれました。
ありがたき。一番似てますね、犬っぽいですよ。いいことな。何時に配信始めたかな。全然だね、まだ15分経ったぐらいか。そんなことないか。30分ぐらいって1時間だけやろうかな今日は。もはやね、半分死にかけてます、眠くて。今日はね、お昼ご飯マネージャーさんとラーメン食べた、味噌ラーメン食べました。受付いつまでだっけ、生誕の。今日まで OK。 了解。それで終わってちょっとして宣伝しときます。当たるかどうか、みんな言うよね、当たるって、絶対当たるって。正直ね、今眠たすぎる。外れたら笑って。大丈夫、2時とかもあるよ。安心しな。そのまま出すと。生誕外れたぐらいで歌するほどしかリナの気持ちはないんだね。基本的にツイートした時間が起きた、違います、気が向いたらです。それで外れたらロビカンぐらいしてよ。眠くて右目の二重が切れかかってる。刀剣も確かに、刀剣狙いはありかな。
開演後に自由にロビーに出入りできる。私が？私は出てるもんな。わかんない。受賞理由聞いてない。忘れてた。ね。寝たくないでも。こんなに素敵な賞をもらった日の配信なんだい。メンバーと話した話しました。写真も撮りました。嬉しさが増えてニヤニヤしてみた。みんな眠たさが溢れてたもん。とうとうしてる。踏んでた、スカート。公式、あ、そう、ツイッターの公式、X の公式、みんなの写真載せていただいたので。ぜひ皆さん見てください。まあ多分変わんないと思う、これ載せてるの。授賞式ありましたよってツイートしてくれたのでぜひ見てくださいね。今夜コールドムーン。コールドムーンってなんだ。確かにリアルゴールド飲んでもリアルゴールド飲んでも眠いんだ私。やばいね。ちょっと待って。戻りました。あくびをしたら絶対眠くなっちゃうから、もうしたらダメ。でも集中したいっていうあれでもあるもんね、あくびって。知らんけど今日意外とさ、キャリーケースがパンパンでさ、びっくりしちゃったよね、あれみたいな。ちっちゃめではあるんだけど。なんじゃカレンダー朝届く。あ、ほんと？リアルゴールド聞いてない、聞いてない。鬼眠たいもん。今日すごいドレッシーだったの。そう、めっちゃ Vlog 撮ってもらってた、いっぱい。
んかインターネットがなんかあって、え、まだ止まってる？動いてる、びっくりした、止まってるっていうコメント見たからあれって思っちゃった。あ、そうだ、インスタにも載せなきゃ今日の写真、せっかくだからね。どの写真にしようかな。最近のさ、アプリ使う時のさ、その広告みたいなのあるじゃん、邪魔してくる広告、長くない？びっくりするぐらいさ、なんか一回切るじゃん、一回切りましたと思ったらさ、二個目が来て、三つ目とか来るからね。なんでやねんって思いますもん。同じ写真かもしれない、しゃあない。5秒で消せないとき、それな、なんかさ、5、4、3、2、1とかじゃなくてさ、5、5、4、4、3、2、1ぐらいのときあるじゃん。いや待って待って待ってみたいな、今絶対5秒2回あったろみたいな、ドキない？あれみたいな、そんなことありますみたいな時、私たまにあるんだよね、あれみたいな、なんでっていう。絶対今の絶対ずるいぞみたいな。ね、あるあるでしょ。広告削除課金、それはそれでちょっとめんどくさいな。楽屋がホテルの一室だったからさ、背景お風呂の写真とか、ね、インスタ直せよっと。乾燥しなかった、あ、全然大丈夫。
東京には若い男ならないの。そんな暇ねえ。そんで眠い。なんて書こうかな。会場寒くなかった。ちょっと寒かった。格好が格好だからさ、私の場合。姉ちゃんのステージの方カオスな。どうかな、人数でも多めだね。ステージ広いとこ、あ、そうなの、やった。NHKT で一番年末年始。いや、そんなことないよ。今回シングル選抜の人たちが忙しかったんじゃないかな。でもありがたいことですよ、本当に。お仕事があるっていうのは。キティの写真載せ忘れてた。危ねえ危ねえ。あ、キティはツイッター載せたもんな。インスタも皆さんぜひいいねしてください。今載せました。今年の飛躍、いやだからこそ来年がもっと怖いんですよ。今年がこんだけ充実してたから来年はどうなるんだろうっていう気持ちはありますけど、まあ来年も変わらずね、頑張れたらいいなと思っております。おやすみ。ね、来年はもっとね、なんかもっともっとできたらいいな。ちなみに何分までなんだろう。何分までやったら1時間になるんだろう。あと12分、やばい。あと12分か、耐えられるかな私。真ん中にも大声ダイヤモンドが流れてる。33分までか。無理じゃね、これ無理じゃね。本当は無理しなくていい。でもなんか今のあれじゃない、今やっとかないとさ、今日私のことを知った人とかはさ、今のこのまだこんな眠たそうな状態でやってもあれですけど、でもなんか
っかくの機会なのにと思っちゃうかな。寝ようかな、ちょっと無理かも。寝ます。頑張った、今日は楽しかったです。13位、キズスゆうたろうさん、ありがとうございます。12位、カッパーくん、ありがとうございます。ちちょうじょうさん、ありがとうございます。10位、トシさん、ありがとうございます。9位、チェイさん、ありがとうございます。8位、ビービーさん、ありがとうございます。7位、キノコさん、ありがとうございます。6位、ただの魚さん、ありがとうございます。5位、焼きごちゃん、ありがとうございます。4位、もりちゃん、ありがとうございます。2位、じゃあ3位、てんてこちゃん、ありがとうございます。2位、ふみさん、ありがとうございます。ちたかさん、ありがとうございます。眠いので寝ます。ごめんね、みんな、ちょっとこんな時まで眠くて申し訳ない。じゃあね、おやすみなさい。時間あったらまたするかも。でも寝る。おやすみ。